はい、皆さんこんにちは、あちゅでございます。くるみちゃんやっていきましょう。やっぱり行き止まりでしたね、ここね。ちょっとごめんなさい、カンニングをね、してますので、カンニングしてますのでってね、大っぴらに言うのもなんですけど、まあもうね、もう当たり前にやってますからね。これ勝てるかな、勝てるかなというか当たるかな。あらら、逆にメデューサ引き返されちゃった。あ、普通に痛いね。はい、あー当たんないね。よいしょ、まだ120あるもんね、ヒットポイントがね。そうだね、ここはファイヤーに行っておこう。で、道具でメディカルを自分に使いましょう。あ、当たるね当たるだね、当たるとき当たるんだね、ガッツリね。ここはメディカルを、あーダメ、アナログね。いや本当にね、メディカルもう一遍捨てそうだね、これね、私ね、やってしまいそうで怖いわ。デストロイヤーね。1ね、よかったよかった。もうね、デストロイヤーで潰してしまいましょう。で、アーノルド君こっちね。あ、いい感じだね。あ、いい感じの連携できました。あ、レベル上がるの早いね、やっぱりね。いや、もうちょっと突っ込みましょうか。あ、そっか、これワープ入るとも、ワープ入っちゃうともうダメなんだね。入っちゃうとダメなんだねっていうか、必ずこの拷問部屋というか追い出し部屋に行っちゃうんだね。あー、シグマスワープ使いましょう。ですからワープを使っていいところに行けるっていうわけはないんだよね、おそらくね。そうだね。さあ、じゃあね、今回はあれだね、遺跡の谷の3に行かないといけないんだね。ちょっとお待ちくださいね。せっかくレベル上がったんでセーブしておきましょう。縦取りに行かないといけないんだね。カブトはないのかな。こっちだったかな。あ、こっちだね。で、これが4番目？いや、これ3番目か。こっからワープできるんだよね。これどこだ。あ、これか。あ、いや、違う。こう行って、あ、遺跡の2に行かないといけないんだよね、私ね。いや、違うぞ。遺跡の3か。あ、遺跡の3ですわ。このままですわ。だから、遺跡の C に行かないといけないよね。ちなみにね、C、今これ入ったのが A なので、A、入ったのが A じゃないわ。こっち下が A なんですよね。これが A 向きで、ここ B に行くんで、うわ、懐かしい。ここまで差が開くと当たるんだね。はい。これが B で、この C に行かないといけないんだね。C に入りましたと。C に入っ
たら、C に入っ、はあ、了解です。C に入ったら南ですね。イザベラさん MP が100超えちゃったね。さああと問題はあれですね、あの解くための問題としては MP を削らずに魔王、魔王、クリムゾンまで行けるのかどうかっていうとこなんですが、今だと非常に厳しいね。ということはまだまだ育みすべきなのかな。そうかもしんないね。うわベアード懐かしいね。もう経験値50じゃ何とも思わなくなっちゃったもんね。今度はこっちガーロンね。もうネオガーロンは結構ねいいんですけど、元はこれなんだよね。元はこのガーロンなんだよね。もうね、なんでしょうね、経験値3桁なかったらっていう感覚がね。このおじいさんね、多分彼が、あの古代の盾をくれるはずですね。あとで古代の盾があるかどうかをちょっと調べてみますわ。はい、ヤットラポノスの正義を持つ勇者に会えた古代の盾はそなたのもとのじゃと。立派に磨き上げられた盾をもらった。随分頑丈そうだがあまりの軽さに驚いたと。おじいさんいなくなっちゃったね。で道具で、古代の盾ぐらいは私が装備しましょうかね。一人が装備しても仕方がないので、っていうかステータスディフェンス見てみましょう。84ね、私が84。イザベさん81しかないわ。アンドル君91あるんだよね。ほう。となると、ここはやっぱり、私が装備する。ここはイザベラさんか。ねえ。イザベラさん装備してもらいましょう。古代の盾を、これ捨てたらえらいことなんだろうね。で、装備でイザベラさん。古代の剣、古代の盾。で、ステータスでイザベラさん。それでも88までしか上がんないのか。7しか上がんなかったってことかな。そうだね。さあ、じゃあここで、アーノルド君、一遍セーブしようか。もう一回ここ来るの嫌だもんね。はい、止まっちゃいましょう。もうお金はね、もう宿代使うぐらいしかもう使い道がないんでね。さあ、行きましょう。で、売りましょう。はい、売りに行きました。イザベラさんね。勇者の盾売りましょう。はい。いやいや、売りません。で、セーブだね。で、一応イザベラさんちゃんと持ってるよね。そういや、武器は全然入ってないんだね。ねえ、みんな炎の剣なんで、っていう感じなんですが、まさか取り漏れかな。まあいいですね。それよりも経験値を稼ぎに行きましょう。で、これは終わったので、さーてと、私、宿止まってない？あれか、イザベラさんがワープ使ったんだね。ここはもうデストロイヤー、これ、メディーサ隣にまくられたらちょっと辛いね。さあ、どんな感じかな、これ。
どういう、IP が倒せたかな。鬼引き、あ、3匹。お、でまだアンドロイド君が残ってましたよと。やっつけきれないの。あ、4匹やっつけたね。一旦で4匹やっつけたらね、言うことないですね。これ魔法覚えてなかったらとんでもなかったわ。デストレイで押しましょう。そう思うとこれまだまだあれだね、レベル上げは必要かもしれないね。あの視聴者の方からはレベル30代までいったという感じの話もお聞きしましたので、30ぐらいまで入れた方がいいのかもしれないですね。ちょっと西の方から攻略していきましょうか。はい、ダルタニア。あー、2匹か。いや、でもやっぱり魔法だな、これ。あー、でもこれほんと、城の中で使えないと辛いね。まあ、しばらくね、私ね、前々回のパートかな？前回かな？ぐらいで、あと 10パートぐらいでと言ってましたけど、あと10パートぐらいで終わるんじゃないのって言ってましたけどね。ちょっと厳しいかもしれないですね。よいしょ。よいしょっと。はい、これほんとあれだね、魔法使いまくるからしばらく探索はまともにできないと思った方がいいのかな。レベル上げに専念しましょう。うん、まあパート100まで行くことはないんでね、これがまだ60代だと思うんで、そこまでは大丈夫だと思うんですけど。ああ、1匹もまだイザベラさんで1匹もやっつけられなかったか。このランスの出方見てるとなんかね、ダメージの出方を見てるとね、なんかランスの回り方がなんだかねというような感じなんですけどね。あ、当たっちゃったね。あら、外れちゃったね。でもこのネオがつく方たちは正直そんな強い感じがしませんね。でこっち行って、あ、こっちにも階段あったんだね。あ、でも今回はこっち行きましょう。前回行ったと思うんだよね。ウィザードルみたいにね、装備にデストロイヤーとかが入ってたら嬉しいんだけどね。これ私は上り階段かな。いや違うね、下り階段に向かってんだよね。ややこしいね。あ、3匹しかやっつけれなかった。あー、3匹だけか。普通に痛いね。ここもね、この城のワープ使えてほしかったな。さあ、道具で、メディカルだね。使う、アーノルドだね。本当だね、この、結構 MP 枯渇しますっていうのを、だいぶ前から聞いたんですけど、その通りですね。あ、開かない扉がある。あら、鍵またいるのかな。
はい、あ、先制攻撃されちゃったらこれやばいんじゃない、こんだけ言うとねえ、ほらめっちゃ削られていってる、やばいやばい。デストロイヤー、デストロイヤー、まだデストロイヤーしますよ。なんかやばくないですかこれ。死ぬ死ぬ死ぬ。おおおお。私は MP 残しておかないといけないね。デストロイヤー唱えてメディカルでイザベラさんかな、ちょっとかなり綱渡りだけどね。あっ、うお、これはまずいんじゃない、アナド君これだと終わりだよ。おお、よかったイザベラさんで。で、私がこれの、イザベラさんが、デストロイヤーかな？アーノルド君使えないね、メディカル。これでいっちゃおう。あ、1P 倒したね。アーノルド君当ててくれっと、あら、おお、あと1回じゃないかな、デストロイヤー唱えれんの。うわ、こっちがえげつないな。あドロったドロった1しか当たってないや、これ死ぬよ誰か、アーノルド君死ぬよね。おお、いや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 、おう、うわー、ドロってる、そっち、いや、これもう死ぬ、あ、死なないか、結構粘るね、あ、やった当たった、やっと当たったわ、あ、当たった当たった。でもこういう時にアーノルド君食らうんですよ。ほらもう見え見えもう見えたもんね。あ、私が上がっちゃったレベルがね。あ、でも今回私しか上がってないね。前回私とアジザベルさんが同時なかったんですけど、ということはあれかな、よかった、危なかったね。これはまだまだ時間かかりそうだけど、おや、こう行く帰らせてくれる人いないのかな。あらら、ホテルにいつも言うんですけどね、いないよね。あれれれれれれ、いないね。あららららら、あ、もう19分やってる、ごめんなさい。じゃあね、この辺で終わっておきましょう。88の訓導ね、終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。